うつ病になってよかったですよ。うつ病になったおかげでこの本当の自分真理に目覚めることができた。自分はもっと大いなる偉大なる自分がいるんだという、その偉大なる自分があなたの命を救うんです。佐藤康之です。こんにちは。今日は うつ病やパニック障害をはじめ心の病を対処法、心の病についての対処法をお伝えします。うちは東京駅の前に薬を使わないでうつ病を治すクリニックをやっています。で、うつ病にならない方法、またなってもそこから克服抜け出す方法という話をします。なんで人はうつ病とかなんだろう。大体日本に約潜在的な人も、潜在的なうつ病も入れると約1000万人いると言われています。ましては今回のコロナでさらに増えたでしょう。全世界には約35億人いると言われています。心の病、目に見えない病です。レントゲンでも取ってもわからない病です。これはなぜ起きるでしょう。まあ簡単に言うと、人間の心の この刃だと思って、刃物だと思って、相手に向かってやると相手を傷つける。そうすると敵を打たれる。この心ですね。で、自分に向けるとうつ病になっちゃう。相手はお前はダメだダメだってやると相手は敵になる。自分を責めると俺はダメだダメだってやるとうつ病になっちゃう。落ち込んじゃう。どっちも困るでしょ。じゃあこの刃物を栄養ドリンクに変えたらどうでしょう。栄養ドリンクに変えたら、自分が飲んだら自分が元気になる。相手に飲ましたら相手は元気になる。喜ばれる、感謝される。そうしたら何事もうまくいくようになります。そうしたらまさにうつ病にならないで済むことは可能だし、なったとしても、むしろそのいい経験になる場合もあります。うちに来る患者さんはうつ病は治って元気になって出ていくんですけど、うつ病が治ってよかったっていう言い方はしない人が多いです。なんていうかというと、うつ病になってよかったっていうふうにさえ言って退院していく方がいます。うつ病になってよかったですよ。うつ病になったおかげでこの本当の自分真理に目覚めることができた。満月の大きな偉大なる自分に気づくことができたというふうに言う方が多いです。まあ、そのクリニックをやっています。はい、皆さん、本当の自分とは何なのか、偽の自分は何なのかという話をなるべく分かりやすく話します。これはお月さんですけど、何ちゅう月ですか。三日月って書いてますね。でも本当にこんな月が夜空に浮いてるでしょうか。浮いてないのは誰でも認めますよね。これはお月さんに太陽の光が当たった分だけ、こういう当たってない分は見えないわ、私たちの目には見えないわけだ。ゆえに太陽の光が当たった分だけ反射して目の中に入って、この脳の中の月なんです。月の実相、本当の姿は まんまるな大きな球体なわけ。遠くから見ると五円玉の中に入っちゃうぐらいの大きさになるし、近く見ると膨大なる大きさ。どこから見ても本当の月の姿じゃありません。月は本当なる偉大なる大きな球体なわけ。これをそっくり人間に置き換えてみてください。あいつはこんな人間だ、こいつはこんな人間だ、自分はこんな人間だっていうのは、たまたまその人の光が当たった分だけその人だと思っているわけ。そんな人なんかいないわけ。こんな月なんかないわけ。だから自分はもっと大いなる偉大なる自分がいるんだという、その偉大なる自分があなたの命を救うんです。あなたの命を守るんです。あなたの人生を素晴らしいものにするんです。本当のこれで三日月でいきますか、満月でいきますか、それができるということを知っておいてください。